タングラムの型の構成タングラムは、問題として提示された形を作るシルエットパズルの中で非常に有名なものの一つで、正方形をいくつかに切り分けたものを使うパズルである。タングラムは、以下の図形で構成されている。タングラムは中国で生まれたと考えられているが、詳しくは分かっていない。中国の宋の時代に、気迫を思うという人物が表した。 つばめ傷という机の並べ方に関する書物があり、7個の長方形の机を並べるものであった。これをもとに、明の元清氏が三角形や台形を用いた長羽根木を考案し、それらをさらに発展させたのがタングラムであるという説がある。日本では1742年に、清少なゴンジエの板に関する本が発行されている。中国では1813年に、 七馬図合壁、1858年に七馬パップンズという本が刊行される。これらの本はダングラムに関する本である。ヨーロッパでは1805年に発行された書籍に紹介されている。その後、七馬図合壁がヨーロッパでも出版され1817年にはイギリスでオリジナルの問題集が発売されている。これらが翻訳されることでヨーロッパ中に広まり、 各国で多くの問題集が発売されている。ルイス・キャロルやエドガー・アーラン・ポーなど著名人が遊んでいたという話も残っており、セント・ヘルナ島に流されたナポレオンが遊んでいたという記録も残っている。19世紀末にドイツのリヒター社がシルエットパズルの製造を開始し、20ペニヒで販売している。このシリーズにおいてタングラムは、 コフザーブレッチャーというタイトルで収録されている。この商品はヒットし、ピースの形を変えた多くのシルエットパズルが発売されるようになる。20世紀に入ってからサムロイドは単の8番目の本を出版した。この本には数百台の絵柄とともに今日までよく知られているタングラムの名称の由来の話が掲載されている。現在では 単なる遊びとしてだけではなく幾何学の教材などにも利用されている。ナポレオンとタングラムタングラムを遊んでいたとされる19世紀の欧米の著名人は何人かいる。ナポレオン・ボナパルトもその一人だが彼が本当にタングラムで遊んでいたか疑わしい部分があった。理由として以下のようなものが存在する。 ナポレオンが遊んでいたと考えられる根拠としては以下のようなものがあったが、いずれも遊んでいた可能性があることを示すだけで確実な根拠ではない。他の根拠として、1817年に出版されたタングラムの本にナポレオンがこの遊びを楽しんでいるという記述があるが、これも事実かどうかは不明である。これらの理由からマーティンガードナーのようにナポレオンは、 遊んでいなかったと結論づける人もいた。オーストリアの外交官、バーテイラマイデシュトワマーは、クレメンス・フォン・メッテルニヒに当てた指針の中で、独創的な中国の遊びについて研究している。このことから、この時点で、セント・ヘレナに、タングラムが存在していたことがわかる。20世紀末の調査の結果、マルメゾン城のナポレオンの遺物のコレクションの中に、 造形性のタングラムと問題集があるのが確認された。これにより、ナポレオンがタングラムで遊んだことがあることが証明された。ただし、この調査にも携わったジェリー・スローカムはタングラムを所持していたのは間違いないが、それはお気に入りの娯楽ではなかったとしている。中国においてこのパズルは七匠と呼ばれる。この言葉は七夕の習慣に由来していると言われる。 欧米に最初に伝わった時にはこのパズルは単にパズルと呼ばれていた。タングラムという単語は1848年にアメリカで出版されたトーマスヒルの著書の中で確認されている。1864年に発行された辞書に収録されているのが確認されている。タングラムの名称の由来には諸説ある。古い英語でガラクタを意味するトラングラムから グラムはギリシア語で、点、線、図形などで、書かれた文字、描かれた絵展示て、手紙、作品を意味する、木、ガンマローミュウミューアルファーから。タンの意味に関しては、以下のような説がある。中国のタンという人物が考案した。中国の塔から来た。もともとは、タン民の遊びであり、短歌ゲームから来ている。タングラムの7編を使用して、人間、動物、 物、文字など様々な形を作ることができる。右の人の絵もその一例である。現在までに多くの国で多くの人によりタングラムの作品集が出版されている。ジェリースローカムラの調査によれば1920年以前に中国で作られた作品は2200以上である。同時期までにアメリカで約2500、フランスで1500以上。 イギリスで500以上、ドイツとイタリアで、それぞれ300以上の作品が作られている。デュードニーによる、タングラムパラドックスのレーズの2つの人物は、同じ大きさのタングラムのセットを並べたものであるが、下の方が三角が一つ多い。このように、よく似ているのに明らかに違うような図を、タングラムパラドックスと呼ぶ。同じ型を使用している以上全体の面積は、同じである。 実際に作ってみるとわかるが、上の方が三角以外の部分の面積が若干大きくなっている。タングラムで作られる、トツタ角形タングラムの7辺は最初正方形に配列されているが、他のトツタ角形を作成することもできる。中国の数学者、フートラン・ワンと、チュアン・チン・シュンは、1942年に13種類のトツタ角形が作成可能であることを発表している。 13種類の内訳は以下の通りである。右の図は可能な13種類の多角形と、その組み方の例を示している。タングラムで作った漢字の例タングラムは、図形や絵の他に文字を作ることもできる。アルファベットや数字には多くの作例がある。1818 18年にイタリアで発売された a l ジョ c コチ i n e s e IT AMATO IL ROMP c にはすでに掲載されている。 それらを用いた本トを作成する人もいる。ひらがな、カタカナも作例はあるが、すべての文字を作った人は、ほとんどいない。清少な言字への板においては、色は48文字すべてに作例がある。漢字は、アルファベットや仮名に比べ複雑なものが多いが、多くの文字が作られている。修文室による、七馬パップンズには、漢字の分類が存在し、七匠。 山川などの文字が収録されている。現笠もやいは1876年に七匠書譜を出版しているが、この中にはタングラムで作った文字が500以上収録されている。19世紀から20世紀初頭に出版された主な書籍を挙げる。書籍名の後に発行年、国、収録問題数を付記している。ありがとうございます。